スペースランナウェイ、今更ながらトップを狙え、を見てみたけど最高すぎね。に対する、ネットの反応をお送りするよ。ネットや周りであまりにもトップを狙え、は名作だ。ってうっせぇから初めて見たけど面白すぎたわ。浦島効果が SF の話作りでバッチリハマってるし何よりラストシーンが感動した。前はノルマみたいに父が出ていたから気になったけど、最終話の熱いシチュエーションで活かされたのも良かったし、最終話でいきなり画面がシネスコサイズのモノクロ映像になったのも驚いたけど、物語上の演出として良かった。ただ、昔から庵野監督こんな感じだったんだ、とは思った。たびたび挟まれるおっぱい要素いる?とは思ってしまった。バカ野郎、いるに決まってるだろ。トップを狙えってアニメ、タイトルだけしか知らない時はテニスものだと思ってました。今では後悔しています。俺も去年くらいに初めて見たけどすごく面白く感じたよ。続編の2も見たいな。スパロボでしか知らないし。随所で、名作ロボットアニメって言われているから、という理由で見始めると1話で面食らう。しかし全部見て間違いなく名作だと納得する。ロボットの走り込みや重量背負っての腕立てに何の意味が、という点では今でも疑問だがな。あれはパイロットの技量を上げるためのトレーニングでな、不安定な状態で同じアクションを何度も繰り返したり、核化がかかった状態での操作精度を上げる目的でな、知らずに絵だけを見たらまあ面食らうのも無理ないわ。序盤だとお姉様が鉄下駄を履いて階段登ってるところ、声優の佐久間玲さんが収録中にすごい笑っちゃって大変だったみたいな話好き。一話いいよね、アホみたいな絵面のオンパレードでこれから先の展開とのギャップ差を作る意味でもさ、あと、日本が大戦に勝ったって設定だからだと思うけど、館内のなんとなく色々なものが日本風な世界観って結構好き。日常シーンになった途端、色々なパロがあるから実際は大量に人死にまくってるけど、どこかちょっと愉快に見れる。3話だっけか、なんかイケメンで頭脳声のやつが出てきてロマンスの予感させるだけさせてすっといなくなる。あまりにもあっけなく死ぬスミスに驚いたわ。スミスはあれぐらいあっけなく死んだ方がらしくていいと思う。俺は4話のデンドンデンドンでもう名作だと思ったよ。腕を組むことがかっこいいということを教えてくれた。艦長、第7ハッチが開いています。何?かっこ顔面ドアップ。このシーン、ゲッターロボより先に見たからパロリだって全く気づかなかったわ。3話までの積み重ねがあって4話が好き。特にバスターコレダーの叫び。アトスの若元ってこんなにイケボだったんだな、って思った。最近のはちょっと癖を強くしすぎている時がある。第5話はお願い、カズミ、戦ってー、からのガンバスター合体、そして無双シーンばかりが話題になるけど、一番良かったのは浦島効果にギリギリで勝ったラストだと俺は強く言いたい。俺は5話だとママの一番の親友があれに乗ってあなたの未来を作ってくれるのよで号泣しちゃうのよね。最終話でバスターマシン3号の中心部についてきたユングの少し間を置いて構わないわ。って演技かなり好き。あのガンバスターですら反壊してしまう中心点。むしろ反壊で済むのが恐ろしい。光子力やゲッター戦みたいな未知のエネルギーに頼らない純粋な科学の結晶のバスターマシンが怖いよ。バスターシールドは一心一心と職人の手縫いで作ったとかバカみたいな設定のオンパレードなのが楽しい。これさ、NASA に現存する宇宙服が針職人の手縫いで大パーツ扱いという話を思い出した。あと、何気に劇中で2回しか撃たないバスタービーム、この演出がどっちもマジで天才的だと思った。ガンマスターといえばバスターホームランですよね。これとバスタートマホークはスパロボオリジナル武装って印象が強いんだが、一応設定はあったんだな。スパロボでの活躍も結構楽しいし、稲妻キックの演出は毎回凝ってて嬉しいんだけど、ただ一つケチをつけるならスパロボのうわぁ、もういいけどやっぱり本編のうわぁ、のが好き。まああれから何年も経っているからな。でもさ、今でもしっかり声が出せてた日高のり子がすごすぎるよ。あと作中に出てくる浦島効果ってやつが謎なんだけどこれ、話の最後に数百年経って帰ってきたじゃん。つまり数十年程度バスターマシンを改良してから送り込んだとしても最終決戦には間に合っていたんじゃね?のり子たちが地球に帰ってきたのは1万2000年後です。ってことはもっと時間経ってるけど理屈的にはそういうことか。
ちなみに作劇終盤の時系列を述べるとこんな感じ。4話でガンバスターが電動したのが2032年、エルトリウム艦隊が出発したのが2035年、バスターマシン3号が月軌道から発進したのが2048年5月。この段階ですでにエルトリウム発進から13年経過。同年7月にカルネアデス計画最終段階が発動。そのおよそ200年後になる2245年にエルトリウムが地球に帰還。そしてガンバスターが帰還したのは14,292年。ごめん、キミコも会えない。画切なすぎるんよ。4話から6話までのおよそ10年間でシズラーをめちゃくちゃ量産したのか、すごいよな。シズラーの正統派量産機って感じの性能好きだよ。あくまでガンバスターの量産機として見れば、実際は超兵器だが。てかアニメが乗り子たち視点だから実感薄いけど、時間経過を数字にされると途方もねえな。しかもアニメの中じゃ本編は人類の前世が強く出てるけど、細かい設定年表を見ていると人は愚か。ってなる。宗教戦争やら国家間戦争やら、飽きずに繰り返した挙句、ユングや艦長は冷凍睡眠、なんかもう切ねえなぁ。12,000年はさすがに長すぎたのよ。ママと乗り子おばさんがもう一度会えますように。で、短冊のシーンが切なくて好き。最終話で何気に印象的なのが、クライマックス直前で銀河中心殴り込み艦隊のそれまでの被害が出るところ。大破合金1700隻、中破4500隻、未帰還機22,800機、艦隊の総数が8700以上って話だから、半分以上の戦力が削がれているはずなのに、すごいダイジェストに語られるのな。わかる。初見だと他に印象を持って惹かれるけれども、作戦の犠牲者数がえげつないんだよね。ここは俺に任せて、お前は先に行け。敵シチュエーションの連続だったんだろうなって思う。これ、なんで最終話を白黒にしたのか知ってる人いる？神話になった戦いだからってことを意味する演出じゃね？最後の地球への降下シーンで、カラーになるの見てすげえ感動しまくったよ。あのモノクロがあるから、ガンバスターからコクピットが射出されるシーンからのカラーが引き立つんだよな。そういや、最強のバスターマシンってなんだって？ネクストジェネレーションの5号あたり最強なんだって？4、5、6号が合体するグレートガンバスターが出力的にはおそらく艦全体7号より上で最強。トップの話をすると1だけでも語りきれないところがあるけど、2の話もさせてくれ。細かい話なんだが、トップを狙え、2じゃなくてトップを狙え2なのがいい。このびっくりマークの1に2の制作陣の矜持を感じる。やっぱりこっちも4話がな、電動電動の BGM が2でミスリードになってるのいい。おお、って思わせておいて懐かしのご登場。通話さんはもう良かったから好きよ。チコいい子だよね。通はいまいち合わなかったけど、最後の場面は見てよかったなってなった。通はラストシーンが良いとは思う。ただ作風やノリは当時ではなく、スタジオカラーやトリガー系だから、そういうの好きならありだと思う。科学講座も結構面白かった記憶なんだけど、今初見の人はこれも見れるのか。今は配信がメインだからな。それだと付随してないから見れていないと思うぞ。マジか、科学講座なしはもったいないな。わかる、トップを狙え、というか空世界の科学解説だが結構現実にも通じるところがあるしな。俺も科学講座は見た方がいいと思う。シンプルに興味が湧く。だからじゃないけどトップを狙え、お今から見るなら絶対にも見ろ、と改めて俺は強く伝えたい。さっきも出てたけど、2はなんか雰囲気が違うし、見たいな意見もあったけど、やっぱ見た方がいい。トップを狙え2は全然作風違うなぁと思うだろうが、最後まで見ろ。ちゃんとトップを狙え2だから。トップ2は4話まで見ればわかる。だからまずはそこまで見ろ。おなんとか2と科学講座は見ます。